ムプレイヤーはオープンソースのメディアプレイヤーである。GNU ゼネラルパブリックライセンス下で配布されるフリーソフトウェアであり、Linux Unix 系 OS Mac OS Windows など多くの OS に対応している。再生のみならずメンコダーと呼ばれるエンコーダーが付属し、音声、動画ファイルを様々な異なるフォーマットに変換することができる。ムプレイヤーの開発は2000年に始まった。 はじめの開発者、ゲレーフィア・アールパード、r ファイルピア D のもとには、すぐに多くのプログラマたちが集まった。初期の開発者たちは、ほとんどが、ハンガリー人だったが、現在では、世界中から開発者が集まっている。ゲレーフィが、第二世代の無プレイヤーを開発するために無プレイヤーの、開発から去った2003年からやはり、ハンガリー人のベルグサーシアレックス、BRKS。 チェルケースが無プレイヤーを保守しているが、第二世代無プレイヤープロジェクトは多くの理由から中断している。無プレイヤーは以前開発者たちに無プレイヤー、ザムービープレイヤー 4Linux と呼ばれていたが、現在これは無プレイヤーが様々な OS で利用可能になったことから無プレイヤー、ザムービープレイヤーと短くなっている。無プレイヤーはビデオ出力に 多くの異なる出力ドライバーを持っている。X11、DirectX、q u オ t ツコ c o m p o s i r e s a SDL などであるが変わったものとして、ASCII Art やブリンケンライツに対応している。また、無プレイヤーは全ての一般的なインターネット上のストリーミングに対応している。ありがとうございます。